どうも、投資カリバキです。安倍元総理の国葬ですが、各国首脳の参加状況はこんな感じらしいです。国葬参加状況。予定、G7、アメリカ、バイデン大統領、不参加、イギリス、ジョンソン大統領、不参加、フランス、マクロン大統領、不参加、カナダ、トルドー首相は、参加、ドイツ、シミユット首相、不参加、イタリア、マッタレラ大統領、不参加、国連常任理事国、アメリカ、バイデン大統領、不参加、イギリス、ジョンソン大統領、不参加、フランス、マクロン大統領、不参加、ロシア、プーチン大統領、不参加、中国、習主席、不参加、いよいよ誰も望まない国葬として、歴史に、汚れ、目を残しそうですね。毎日新聞と社会調査研究センターが実施した全国世論調査で、銃撃されて死亡した安倍晋三元首相の国葬について、反対、は 53% で、賛成の 30% を上回った、どちらとも言えない、は 17% だった、とのことで、国民の半数以上はこの行事を望んでいないようです。また、安倍元首相、国葬、経費が約2億5000万円の支出と、閣議決定されました。ここでも悪名高い中抜きの電通が絡んでおり、最終的な金額は公表されないというブラックボックスで、東京オリンピックのような日本国民のお金を、吸い上げるだけの大規模なイベントになるのかもしれません。個人的には賛成、反対と回遊以前に、やべえ社会だな、という印象しかありません。オリンピック同様、賛成しても反対してもやるんでしょう。怖すぎます。みこしを神格化したりするロジックはいつの時代も明け透けで、なんとなく宗教とかが好きそうなやり方だなぁと、いろいろ裏の顔、首謀者、が見え隠れしてますが、怖すぎるので、良い子は深追いするのはやめましょう。安倍晋三の国葬は、2022年9月27日火曜日に行われる予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。